言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室、全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなど、リピーターには大人気です。さあ、そしてね、この710はね、ウォーターベッドばっかりじゃなくてね、はい、なんとですね、スチームサウナが、ね、うん、はい、ついておりますね。このスチームサウナついてるっていうのも少ないですか？はい、そうですね、あの今回あのリニューアルで、ああの3部屋、あ、なるほどね、はい、51室の中の3部屋、3部屋が、スチームサウナがついてるということで、と、あとウォーターベッドも、あ、この3社、あ、はい、この3社はセットなんだ、ウォーターベッドとスチームサウナ、そうです、最高じゃん、ね、はい、最高、まあね、あのドライサウナが好きな人もあるけど、スチームサウナというのもね、そうですね、また違ったね、うん、そうですね、はい、実際スチームサウナ行ってみましょうか、行きますか、ね、はい、入りますか、はい、はい、あの、お願いします、潤いましょう、お願いします、スチームサウナ入ってみましょう、はい、さあ、というわけでね、はい、これからねお楽しみの、ね、なんとなくちょっとエロいけどね、ただ単にスチームサウナ入るだけです、そうですね、はい、そうです、曇ってるんで映像撮れないんですよ、そうなんで、ここからは音声のみの お楽しみになります、ね、で、あの近くも入れないん で俺とね、あの、はい、まどかちゃんだけの、はい、あのね、まどかちゃんもの人何人もないよね、うんうん、あ、ねえねえねえ、じゃあまずはまどかちゃんから言いましょうか、はい、いいですか、はい、じゃあ先に、はい、失礼します、うわー、すごい煙、やばい、これは無理だね、はい、じゃあ、はい、はい、ちょっとね、じゃあ次は私行きますね、まどか、まどか、待てよ、すごいよ、いまーす、ポッ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 、いい感じで、せーの、よっよっとか言って、いい、すごい、いやいや、またね、ドライとは違ったね、うん、このあの、ね、スチームのやっぱ潤いが、うん、で、このあの、なんでしょう、あの、アロマ、そうですね、これ効いてる、アロマも効いてるね、はい、すごいよ、これ、ね、またサウナと違った普通のね、あの、はい、潤っちゃうね、そうですね、うん、で、お風呂入りながら、そうですね、でも行けますんで、めっちゃいいし、さあ、そしてね、前回なかったこのですね、おー、マット、そうなんです、これがね、マットも楽しめる、まあ、一応ね、金色ではないんです、そうなんですね、あの、前回8階のお部屋は金色だったんですよ、ゴールドだった、そうなんですよ、ちょっとシルバー、シルバーで、はい、ね、このマットも楽しめる、これで遊べるんですね、ローションもある、ここローソンもあります。置いてある。はい。さあね、スチームさん最高でしたね。もうね。いやー、ここね、あのちょっとお届けできなかったんですけど、あれからだいたい1時間、あのまどかちゃんの激しかったー。今回この710。710のね、はい、ウォーターベッドからの。スチームサウナ楽しんで、はい、参りましたけども、はい、ね、今回のこれの、合言葉、はい、お願いします、はいはい、ぜひ、体感していただきたいと思いまして、うんうんうん、スチームサウナデビュースチームサウナなんかそんなのあったなウォーターベッドデビューからのはい、わ、はい、かりました、スチームサウナデビューですね、はい、今週の合言葉、はい、スチームサウナデビュー、はい、日本語に訳しますと、いいですいいな、なかなかスチームサウナデビューということで、はい、合言葉いただければいつものサービスがあります、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。